親がこういう漆の仕事をしてたっていうことは環境的にはものすごく大きかったかなと思います。あ、こんな風にして父親は仕事してんだなっていうのを、まあ、初めて実践でお手伝いしたのが中学2年の夏休みかな。ただそれでもそれが何になるかは全然分かってなくて、ただこれちょっとやってみろって言われてやったんですけども、でそれがやはり秋になって美術館に陳列されてるのを父親と一緒に見て、あ、こういうことやってるんだというので初めて、あ、美術の仕事だったっていうことが分かったし、展覧会っていう公募展という世界も初めてそこで知りましたし、大勢の人がそれを見に来て、あの、楽しんでる、そういう姿ってそこでいいなと思ったんですね。大学に入りますって言って受験して入った時に、あの、一番父親に連れて行かれたのは、まあ、松田文禄先生っていう、もう当時から、まあ、有名すぎるぐらい有名な、まあ、漆の神様っていうぐらいの方だったんだけど、父親と松田先生は、まあ、本当に、年はものすごく離れてるんですけど、六角紫水という芸大美術学校の先生の、あの元で兄弟弟子みたいな形で育てていただいたんで、まず挨拶に行くっていうことで連れて行かれたんですね。そこの中で一番今でも印象深かったのは、日本にはその正倉院っていう素晴らしい宝物を入れた東大寺に、あの、蔵があると。でここはもう1300年の歴史を持ったところで、日本の原点、工芸の勉強するなら原点だっていう話をされて、第一歩はそれが人から学んでいいと。でその次のステップは、今度はやはりその人が学ばなかったもっともっと古い時代のものを勉強しなきゃいけないと。でそれは誰も教えてくれないんで、教えてくれるのは物なんだと。物の発信する力とか、物が抱えている情報量、これは漆の場合はすごくこう作業工程の多い、あの、分野で、もう本当に何十工程であって物ができていく世界なんで、その隠れた工程の技術だとか、隠れた部分の材料だとか、修復をしながら壊れているところからの情報とか、そういうものが私にとってはものすごい財産だった。ただ最後は、あの、知識だけ増やしても何もいいものを作れないよと。やっぱり最後は自分の感性をどれだけ豊かにして、正確にものを捉える目、これを養っていかなきゃいけない。それはやっぱり自然の姿を見ていける、その自然のエネルギーをもらって、そこに忠実に学んでいく姿、これが最後自分の創作活動に一番プラスになっていくんだからと。日本では正式には重要無形文化財保持者という名称ですけど、まあ、俗に人間国宝って言われてますけども、日本の場合は漆だけではなくて、陶芸とか金工とか、あ、木工とか竹、こういったいろんな素材があって、それぞれやっぱり作る技術の表現方法が違うので、それを身につけて、芸術的に、創作していく技術能力を身につけた方に保持者として認定していく制度、これはやはり世界に先駆けた、やっぱり形のない作る価値っていう、技術の価値っていうのを認めた最初の文化財の考え方かなっていう気がしてます。あの、私たちは当然ですけど30年40年積み重ねてこういう技術を習得するわけですけども、まあ、一応その技術保持者として認定されたら、その技術はやはり次の後継者に伝えていくっていう一つの仕事が生まれますね。たまたま、息子が2人こういう仕事を、選んでくれたので、その2人を含めて、まあ、今、5人ほど、技術、継承のために、若い人を育ててます。まあ、やはり育つには、
2年や3年じゃ無理なんで、やはりすぐに8年10年っていうあの期間がかかってしまいますけど、まあ、それを地道に積み上げて、そして次世代につなげていくという、これが私たちの、大事な任務の一つですね。過去に作ったものも素晴らしいんですけども、それと同じぐらいのものを作れる技術者がいるっていう、これがやはり日本の財産になっている気がしますね。特に工芸のものっていうのは、あの使う側、使っていただく側と作る側のちょうど真ん中にある、私はそのコミュニケーションツールだと思ってるんですよね。だから使う相手が持ってよかった、使ってよかった、出会えてよかったっていう、その喜んでくださる感触が私にとっては次をこう作るエネルギーになっていくので、お互いにあの喜びを分かち合える世界が私は工芸の世界だと思っているので、そこを漆という素材と蒔絵という技術表現を通して、できるだけ多くの人にその魅力と良さを感じてもらえたらいいなと思ってます。